こんにちは、レモンチャンネルのレモンです。今日はメルセデスの残価設定についてお話ししたいと思います。ちょっと前にメルセデス残価設定の動画を作ったんだけど、プラの内容が一部混ざってしまってたので、今回新しく動画を作ることにしました。多分これからメルセデスに限らず、お車を購入される方はきっと残価設定や残価クレジットなどのワードを耳にするかと思います。残価設定についてはあまりよく思わない方もいらっしゃると思うけど、内容を理解した上であれば私は比較的に便利なサービスだと思ってます。メルセデスの残価設定は一部のモデルでは金利が 1.9% で利用できるので、通常のマイカーローンより金利はお安いです。運が良ければたまにキャンペーンで金利が 0.9% になる時もあります。ただもし利用方法を誤ってしまうと、ずっとローンが続いてしまうとか、場合によっては借金が増えるみたいなこともあるので、今回の動画では一般的な残価設定の考え方とメルセデスの残価プランをご紹介してから、注意すべきポイントや残価設定を使った場合、私個人的に考えているなるべく損をしない方法をお話しできたらなと思います。これからお車の購入を検討している方は参考にしていただけたら嬉しいです。ではまず一般的な残価設定についてです。これは輸入車に限らず国産車も同じ考え方になります。私は残価設定を正規ディーラーから年間契約したレンタカーのようなイメージをしています。契約した年数を過ぎたら車をディーラーへ返却するか、残りの金額を支払ってディーラーから車を買い取るかの2択になります。ここで返却した場合、ディーラーは比較的に安い価格で状態のいい中古車を手に入れられます。その後ディーラーは仕入れた価格よりも高い値段で販売することで利益を確保するイメージになります。この方法を考えたマーケティング部の方は本当に素晴らしいなと思いました。では例として、正規ディーラーで新車 A クラスを500万円で購入したと想定してお話します。まずは残価設定でお車を何年使うかを決めます。トヨタだと3年か5年になるんだけど、メルセデスは4年も選べるみたいです。今回は A クラスを3年間使うとして、3年間契約の場合、営業マンは3年後の A クラスの最終支払い価格を割り出してくれるので、この最終支払い価格がいわゆる残価になります。多くの車は3年後に何パーセントから何パーセントと残る金額があらかじめ決まっていて、このパーセンテージを残価率とも呼んだりします。ではここで3年うち A クラスの最終支払い価格を300万円と仮定すると、3年間のお支払い金額はこのようになります。200万円を3年間で分割してお支払いをして、3年後は残価の300万円を支払わずに A クラスをディーラーへ返却するか、もしくは300万円を支払って A クラスを買い取るかで契約が完了する仕組みが残価設定となります。次にメリットデメリットですが、まずはメリットからお話しします。ここで私たちにとってのメリットは、残価を残すことによって新車でも月々の支払い額を減らすことができます。例にした A クラスでいくと、頭金を100万円用意すれば100万円を3年間で分割する形に変わるので、月々の支払い額をさらに抑えることもできます。皆さんは普段こういった広告を見たことはありませんか？これがまさに頭金プラス残価を利用した場合の金額になっていて、この例だとさらにボーナス支払いも含まれているので、より月額を安く設定できるようになってます。だったら中古車で良くない？って考える方もいらっしゃると思います。結論から言ってしまうと、比較的に新しい中古車の場合はある程度頭金をご用意するか、もしくは一括でご購入すればお得になると思います。ただ金利が高く設定されていることもあって、全額ローンで組んでしまうと金利マジックでトータルの支払い額が高くなってしまって、結局新車と大して差がなくなってしまうっていうケースもあります。もちろんこの場合は月々の支払い額も高くなるので、ご負担が大きくなっていきます。なので私は残価設定っていうサービスは使い方次第では便利だと感じています。次にデメリットについてお話します。当然だけど残価設定にはデメリットもあります。1つ目、残価設定を契約している間はお車の名義はクレジット会社になっています。一応デメリットとして挙げているけど、正直名義あんまり気にする必要はないですかね。2つ目、残価設定の契約中は必ず金利を支払う必要があります。金利を支払うのは通常ローンも一緒だけど、残価設定の場合特に勘違いされやすいのは金利がかかっている範囲になります。先ほど例えに挙げた A クラスの場合だと、200万円の部分だけ金利がかかっていると思われがちだけど、実は車全体の500万円分の金利を3年間支払う必要があります。
ただ頭金には金利はかからないので、頭金100万円分を支払って契約すれば400万円かける3年間支払う形になるので、頭金を用意できれば金利を少し抑えられるイメージです。金利は契約する年数によって変わってくるので、メルセデスの場合3年が 1.9%、 4年と5年は 3.4% の数字となっています。例に挙げた A クラス頭金なし、車体価格500万円で計算するとこのようになります。金利ほど無駄なものはないので、できる限り頭金を用意して、かつ3年ローンを使って金利を下げることを個人的にはおすすめします。頑張って金利を下げた分はプライベートで美味しい食事などに当てた方が私は有意義だと思います。3つ目のデメリットですが、残価設定でお乗り換えするとローンがずっと続くことになります。なのでこのローンの期間に考えたくはないけど、万一の自損やもらい事故などでお車が廃車になってしまうと、その後も引き続き残りのローンを支払う必要があります。なので残価設定でお車を購入される場合は車両保険に入ることをお勧めします。まあローンのあるなしに関わらず、高額な車であれば車両保険に入った方がいいと個人的に思います。万一の時ってやっぱり怖いですよね。ここまでが残価設定の基本的な考え方になります。ここからはメルセデス独自の残価設定のプランになります。メルセデスの残価プランはスーパーウェルカムプランとウェルカムプランの2種類があります。この2つのプランを簡単に説明すると、スーパーウェルカムプランはお車の使用宣言が細かく決められていて、例えば年間の走行距離が1万キロ以内で、カスタム禁止、ベース禁止、添付品はなくさないことなどなど、たくさん契約書に書かれています。その代わりに最終支払い分の残価を必ず保証しますよというプランです。ただし金利はかなり高くって 4% 以上の金利が発生してしまいます。国産車の場合も似たような感じで、基本的に残価保証されている点はいい点ですよね。続いてウェルカムプランの場合になります。ウェルカムプランはお車の使用制限はなくって自由に使用することができます。もちろん走行距離を気にする必要もないので気持ち的には楽ですよね。ただし最終支払い分の残価は保証されてないプランで、3年契約の場合は金利が比較的安く設定されています。残価が保証されていないといっても、最後に残す金額は自分で決められるようになっていて、先ほど例に挙げた A クラスでいくと残価を300万円として残しましたよね。この残価を少し下げて200万円にするのか、それとも100万円にするのかはご自身で決めることができます。残価で選べる金額の範囲は車種によって異なるので、そこは営業マンに確認してみてください。ちなみに A クラスで3年落ちの買取相場はこのようになっています。ここでピンときた方がいらっしゃると思います。残価を300万円に増やした場合、確かに毎月の金額は安くはなるんだけど、3年後契約終了の際に A クラスの価格は多くても240万円しか残らないので、プラスアルファの出費が発生するようになります。最初の使い方を誤ってしまうと借金が増えるかもとお話ししたのはここです。このからくりを理解していない方は、3年後に60万円の出費があることを想定していないので、ここで60万円をお支払いできるんだったら全然いいんだけど、手持ちに現金がない方は営業からこのようにお勧めされると思います。残額300万円を再度ローンを組み直しますか、それともこの60万円を次の車のローンに組み込むこともできますよ。これは一番やってはダメな例で、残金を次の車に上乗せした場合は借金がどんどん増えていくことになります。信じられないと思うけど、こうやってご自身の借金を増やしている方はかなりいらっしゃいます。なのでこのプランをご利用する際は、残価として残す金額をしっかり考えてから決めることをお勧めします。2つのプラン、ほんと絶妙なくらいメリットとデメリットがあって、皆さんだったらどっちのプランを使いますか。では最後に残価設定を使った場合、なるべく損をしない方法について話したいと思います。まずこの資本主義社会では、皆さんからお金を巻き上げるトラップがたくさんあって、そのうちの一つが金利です。この金利ほど無駄なものはないので、私は物を買うときは金利を支払わないで購入するか、もしくは金利をいかに少なくするかを考えて購入しています。一般的なマイカーローンはだいたい金利が 2.4 から 3.4% くらいになっていて、マイカーローン金利ってググると金利 0.9% とかも目にするんだけど、
これは借りる金額が少ないか、もしくは返済期間が極端に短い場合なので、数百万を3年間借りるとなると金利は高くなっていくのが一般的です。マイカーローンの金利ってかなり高いから、この時点でマイカーローンとスーパーウェルカムプランは選択肢から消えます。なのでメルセデスで残価設定を使う場合はウェルカムプランが個人的にはおすすめです。私がシミュレーションしている方法は2パターンあるんだけど、どちらのパターンもお車へ投資した資金を1円でも多く残すことを目的としているので、お車は手放す前提です。車に愛着があってずっと愛用したいっていう方の気持ちも本当によくわかるので、全く否定するつもりはないです。あくまでも参考程度で見ていただけたらと思います。パターン1は頭金を支払って金利で支払う金額を少しでも減らします。そして3年後の契約終了時にお車を手放すという方法です。ここで言う手放すはディーラーへ返却するのではなくって、高価買取会社を利用して一括返済することになります。ディーラーへそのまま返却するとディーラーの買取価格はびっくりするほど低いので、数十万円を損する可能性があるんですよね。残価契約中は名義がクレジット会社になっているので売却はできないんだけど、買取業者を使って残債を一括返済することはできます。ちょっとわかりにくいので簡単に説明するとこんなイメージです。 A クラスの残価を300万円で設定していたけど、ディーラーへ返却する際の買取価格は240万円でした。このまま返却すると60万円を追加で支払うことになります。買取業者は一般的にディーラーより高く車両を買い取ってくれるので、買取業者での買取価格を280万円だったと仮定します。ここで納得する金額だったら、買取業者に対して残債がありますと伝えればすぐに状況を理解してくださるので、残価の300万から280万円を差し引いた差額の20万円を請求されます。この20万円を買取業者に支払うことで一括返済が完了するイメージになります。逆の発想をすれば、残価が安ければプラスアルファの資金が返ってくるとも考えられますよね。業者側で名義変更など煩わしい手続きは全て代わりにやってくださるので、私たちは難しい手続きなどは一切ないです。パターン2はすごくシンプルで、頭金を支払って残価契約中に頑張って貯金して3年以内でなるべく早く一括返済させる方法です。完済した後は売却して次のお車の頭金として使ってもいいですし、2回目の車検前に売却しても OK です。なぜ2回目の車検前に売却するかはこの動画で説明していますので、気になる方は見てみてください。以上がなるべく損をしない方法でした。あくまで一つの考え方になります。購入の仕方は人それぞれだと思いますので、購入方法の参考の一つとしていただけたらなと思います。車を購入するときっていろいろ難しいですよね。お金があれば一括で購入するのが一番いいけど、そうもなかなかできないと思います。私も最初はお金がなくて、どうにか損を少なくしたい一心でこういったプランをずっと調べていました。そのおかげで少し詳しくなれましたかね。で、結局私も頭金を貯めることにして、どうにか当時 A クラスを購入しています。今思えばいい経験になりました。今日はちょっと長くなってしまったけど、ぜひお車を購入する際に役立てていただけると嬉しいです。レモンは皆さんが好きなお車に乗れるよう応援しています。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。